皆さん、こんにちは。マツダは1931年に初の自動車である三輪トラックを発売し、1960年には初の四輪自動車 R360 クーペを発売し、現在に至ります。これまで数々の名車が誕生しましたが、中でも秀逸なデザインのモデルも存在。そこで今回はこれまでに生産された中から優れたデザインのマツダ車をご紹介します。1. マツダルーチェロータリークーペ。1966年にデビューしたマツダルーチェは、欧州車のようなスタイルの4ドアミドルクラスセダンで人気となります。一方、1967年の第14回東京モーターショーにルーチェとは異なる低く長い独特のプロポーションの2ドアハードトップクーペ RX87 が展示され、これが1969年にルーチェロータリークーペとして発売されました。搭載されたエンジンは最高出力126馬力を発揮する 655cc 2ローターのロータリーエンジンで、これを縦置きに搭載して前輪を駆動する FF を採用。エンジンを縦置きとしたことで、ロングホイールベースによるエレガントなスタイルが実現し、最高速度時速190キロの動力性能と美しいスタイルから、キャッチコピーはハイウェイの貴公子でした。しかし非常に高価な車だったため、販売は低迷し、1972年に生産を終了しました。 2. ユーノスロードスター。1989年マツダが展開していたブランドの一つユーノスから、ツーシーターオープンスポーツカーロードスターを発売。当時国内メーカーはオープンカーの生産から撤退しており、久しぶりのオープンカー、しかも FR のスポーツカーとあって大いに話題となります。外観は往年の英国製スポーツカーをオマージュしたようなデザインで、丸みを帯びた車体はコンパクトで軽快感があり、人馬一体をコンセプトに設計されました。車種は専用に開発されましたが、エンジンは既存のものを搭載することで安価な価格を実現。手軽に乗れるスポーツカーとして国内外でヒットします。またロードスターの成功によって、国内のみならず欧州メーカーも次々にオープンツーシーターを発売するブームを巻き起こし、1980年代に消えかかっていたオープンカー文化をロードスターが再燃させました。 3. ユーノスコスモ。バブル景気もピークを迎えようとしていた1990年ユーノスからフラッグシップクーペコスモが発売されました。世界初の3ローターターボエンジンを搭載するなど、まさに景気が良かった頃の産物と言えます。外観はロー&ワイドな流麗かつ迫力のあるボディで、ロングノーズショートデッキと古典的なスポーツカーのフォルムながら、曲面を多用したボディパネルによって新世代のGT カーをイメージさせました。トップグレードに搭載した 654cc 3ローターターボエンジンが280馬力を発揮し、トランスミッションは4速オートマのみを設定。燃費はリッター 6.4 キロですが、実燃費は今も語り継がれるほど悪かったと言います。価格は高額で、バブル崩壊後にマツダの収益悪化という背景もあって、
モデルチェンジすることなく、わずか4年で生産を終了。その後、3ローターエンジンは二度と作られることはありませんでした。4. アンフィニ RX7。 マツダが世界初の量産に成功したロータリーエンジンは、一時はセダンやステーションワゴンにも搭載されましたが、次第にスポーツカー用エンジンに特化し、進化の頂点を迎えたのが1991年発売のアンフィニ RX7 です。外観は複雑な曲面を多用した流麗な美しいフォルムと、低く構えた小ぶりなキャビンによって高い運動性能を予感させるピュアスポーツカーらしさを表現。またフロントフェースは国産車で最後となったリトラクタブルヘッドライトを採用し、歴代 RX7 のアイコンを継承しています。エンジンは 654cc 2ローターターボを搭載し、初期型は255馬力でしたが、後年自主規制いっぱいの280馬力にアップ。アルミを多用した軽量なボディと、専用に開発された4輪ダブルウィッシュボーンサスペンションにより、高い運動性能を誇りました。そして排出ガス対策が困難などの理由により、2003年に販売を終了。実質的な後継車は最後のロータリーエンジン搭載車となった RX8 です。 5. マツダ MX6。1992年に発売された MX6 は、コスモや RX7 と異なるキャラクターの2ドアスペシャリティカーとしてデビュー。外観は均整の取れたワイドボディかつ伸びやかなフォルムと、美しいボディラインが特徴のクーペで、当時のアメリカ車を意識したような印象があります。搭載されたエンジンは、フォードブランドで販売されていた2代目プロームと同じく 2.5 リッター V 型6気筒と2リッターの直列4気筒を設定。 MX6 は同じくスペシャリティカーだった日産シルビアやホンダプレリュードと異なり、 V 型6気筒エンジンによる余裕ある走りと豪華な装備で、贅沢な一台に仕立てられていました。しかし発売した時には、バブル崩壊後の景気後退が著しく、販売数が伸びることはなく、1995年には生産を終了してしまいました。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。